すごいじゃん。本格的な。そうなんです。司会務めたんですけど、この周りを取り囲んでるオーケストラの皆さん、神奈川フィルハーモニー管弦楽団が実際にドラマでも演奏とかやってらっしゃる方なので、もうホーム感満載の中で、でお二人がねあの演奏を見せてくれたということ、ものすごい感動的な空間になってましたね。すごいですよね。すごかったです本当に。めちゃくちゃ上手くなってますね。コンマスの位置でもう完全に弾いてましたからね。